今回レビューするのは一番上のモデルですね。 SIM を搭載しているモデルですが、 SIM がなくても良い方は下のねモデルでも、このね天板とそれから底面ですね、この下ここはですね、外から見てもわからないんですが、実はですねここ。こんにちは、戸田悟です。今回は NEC のハイエンドのモバイルノートラビーのネクストリーム、ついにレビューいたします。注目ですね。超軽量な魅力的なモデルです。詳しく紹介していきましょう。今回は NEC の最上位のモバイルノートラビーのネクストリームをレビューしたいと思います。待っていた方も多いと思うんですが、やっぱりですね、1週間ぐらい前ですかにレビューしましたラビー N と比べるとですね、さすがの上位機という感じですよね。今トレンドのど真ん中である14インチモデル、かつ超軽量ということで、見るからに額縁が細くてかっこいいじゃないですか。これね、詳しくレビューしていきましょう。今回レビューするのは一番上のモデルですね。 SIM を搭載しているモデルですが、 SIM がなくても良い方は下のねモデルでも。今回レビューするのは XC950 というタイプですが、同じほぼ同じスペックで LTE に対応してないモデルは XC750 になります。でさらに Core i5 のね XC550 とありまして、もちろんね価格はそれぞれ変わってきますが、この最上位モデルは今回レビューしているこの色ペールゴールドしかないんですね。で下のモデルというか XC750 と XC550、 下の2モデルはメテオグレーという色とこのペールゴールドが選べます。これ昔で言う、これあれですよね、もうほとんどシャンパンゴールドですよね。一時ねもう20年以上前かな、この色のパソコンがめちゃくちゃ流行った時期がありました。ちょっとね昔を思い出すような色合いですが、はい、非常に軽いのがですね特徴なんですね。ちょっとね重量を測る前にねそこを説明したいんですが、このね天板とそれから底面ですね、この下ここはですね外から見てもわからないんですが、実はですねここカーボンが使われてるんですよ。それで非常に軽い、軽さとですねそれから強靭さ、ミル規格のですねミルスペックの 810H に準拠した試験をクリアしているというのが最大の特徴なんですね。厚みは一番薄い部分で 17.5mm、 まあ見てもですねそんなにめちゃくちゃ薄いわけではないですけれども、かなり薄くてスマートだと思います。ということでまずはね気になる重量を測っていきましょう。はい、それでは測ります。 943g、 はい、非常に軽いですね。モデルによっては 800g 台の製品もあります。構成によってね重量ちょっと変わってきますが、14インチの製品としてはかなり軽い方だと思います。ディスプレイはもう完全に最近のトレンドを抑えてますよね。16:10です。縦がね16対9ではなくて10ですね。 1920×1200 ドット、まあこれもねトレンドど真ん中っていう感じなんですが、これ以上解像度上がってもいいと思うんですが、やっぱりねちょっとバッテリーの消費に関わってくるんですよね。なので僕はこのね 1920×1200 ドットの14インチは全然 OK なんですが、人によっては 2K 欲しい、 2800g 欲しいという方もいらっしゃいます。そこは皆さんの選択だと思います。でポイントはですね、下方向と横方向の額縁の細さなんですが、下方向ね、ちょっとこれ壁紙というかデザインが悪くてちょっと分かりづらいんですが、ここまでディスプレイなんですよ。だから普通に見てるとほとんど全部ディスプレイに見えます、下の部分ね。これどうしてかっていうと、こういうねこちらもトレンドなんですけど、後ろがせり上がる構造なんですね。普段はこうなってます。でパネルを開けるとこのね下の部分がこんな風にせり上がっていくんですよ。でそうすることによって下部分の額縁が隠れるんですね。なので下方向も非常に縁が細く見えると、ほとんど縁がないぐらいに見えますね。で横はもちろん縁が細いです。で上はウェブカメラが入っているのでちょっと縁太いですけれども、非常にまあスタイリッシュな製品となっております。さて気になるベンチマークのスコアを紹介しますが、いつものようにシネベンチ R23 で計測しておりますが、そうなんですよ、ここが最大のポイントなんですけれども、CPU はですね Core i7 の 1255U なんですね。スコアはマルチコアが5400台、シングルコアが1400と決して悪い値ではないんですが、ちょっとねここでネガティブなポイントが2つありまして、1つはライバル製品は P プロセッサーを搭載しているモデルがあることなんですよ。に対してやっぱり U プロセッサーって性能的に見劣りするので、そこがいかがなものかというのが1つで、もう1個はですねやっぱりライバル製品は13世代になってきてるのに12世代っていうのがですね、ちょっとネガティブなポイントが2個あるんですよ。
ここはね、本当に残念で、やっぱりこのタイミングで出すのであれば、せめて13世代の、まあ、U プロセッサー、もしくは、まあ、できれば13世代の P プロセッサーを積んでほしかったなと思います。で、今後、これ新製品なので、おそらく来年まで、このモデルの新しいの出てこないのか、わかりませんけれどもね、春とか夏に出てくるかもしれませんけれども、ちょっとパフォーマンス不足感は否めない。もちろんね、全然遅いわけではありません。Excel や Word を使うには超快適に利用できると思います。ただ、ライバルと比べると性能が劣っているというのが、ちょっとね、いただけない点かなと。ここは、購入される方はチェックの上選んでいただきたいなと思います。もちろんね、価格が見合っていれば何の問題もありませんし、まあ、U プロセッサーを積むということで本体が軽くなっている面もあると思うので、そこはね、まあ良いと思いますけれども、注意をしておいてほしいポイントです。はい、それではですね、ファンの音をチェックしてみたいと思います。最近ね、いつもこのアプリで計測しております。だいたい静かにしてると38とか7とか6とかぐらいなんですが、果たしてもうファン回ってます。ベンチ取ってますのでね、どれぐらいでしょうか。ではちょっと僕がね、黙ります。はい、数値的には全然うるさくないんですよ。ただ、さーって音は若干聞こえてます。吉成さんのところまで聞こえる？はい。はい。非常に静かなんですけれども、ちょっと聞こえるぐらいなイメージです。続いてですね、温度をチェックしていきますけれども、一番熱くなるところでだいたい44度、5度ぐらいですね。これね、実際この辺なんですよ。で、手が当たる場所ではないですし、手で触ってみても、そんなにね、44度ぐらいですから、熱いっていう感じではないです。さすがに U プロセッサーだけあって発熱は少ないと。なので使っていても熱くて困るという感じではないと思います。それでは端子もチェックしていきましょう。向かって左側面ですね、こちらタイプ C 端子が2個ありますが、これは素晴らしい。サンダーボルト4が2つ付いております。 USB4 にも対応しております。メーカーによってね、サンダーボルト4だけしか書かない場合と USB4 だけしか書かない場合があるんですが、今回のこのモデルは両方書いてあります。はい。で、こちらですね、こちらはマイクロ SD カードスロット。できればフルサイズが良かったんですが、まあないよりはね、あった方がいいですね。奥はセキュリティです。では逆側を見ましょう。はい。で、こちらヘッドホンマイクですね。で、これがタイプ A 端子。タイプ C 端子が2個、タイプ A 端子が1個で、USB 端子合計3個なんですよ。ちょっと少ないかな。うち1個は充電に使うので、実質使えるのが2個、タイプ C1 個とタイプ A1 個になるので、ちょっと少ないですね。あと最低でも1個は欲しいかなと。できればタイプ A をもう1個ですね。本来はタイプ C3 個の方がいいんですが、3個ってちょっと難しいんですよ、設計上。なので、せめてタイプ A をあと1個増やしてほしいなと思いました。で、こちらは HDMI 端子です。はい、こちら付属の AC アダプターはコンパクトな 65W タイプですね。まあ、コンパクト言っても、まあ、パソコンに付属の AC アダプターとしてはコンパクトというだけで、市販の充電器に比べるとね、ちょっと大きいですけど、まあ、これはこんなもんです。で、ちなみに、バッテリー駆動時間はカタログ値で24時間。素晴らしいですね。実際使っても10時間を超えてくると思います。バッテリーの充電時間は約 2.5 時間となっております。このあたりのね、スペックは十分です。ウェブカメラは 1080p 対応です。200万画素ですね。で、このシャッターがついているので、手動のですね、これで隠すことが可能です。それでは、ちょっとね、今顔を写してみますけれども、そうそう、実はね、このウェブカメラによって顔認証、Windows Hello 対応の顔認証に対応しますが、残念ながら指紋センサーないんですよ。ちょっと残念ですね。指紋センサーがね、欲しいですよね。はい。あ、画質なかなかいい、自然な感じでいいですね。画質、綺麗に映ります。キーボードは 19mm のフルピッチに 1.5mm ストロークですね。NEC らしく下を揃えてデザイン性を重視した配列ですね。これはね、美しいパソコンが欲しい方にはいい配列だと思います。僕は矢印キーを下げて欲しい派ですけれども、ここはね、好みの問題かと思います。まあ、ついでに言うならね、クリックボタンも左右設けて欲しいんですが、まあ、NEC はこれつけないですよね。デザインを優先しています。まあ、そこは取捨選択どちらでもいいと思います。僕は左右のボタンと矢印が下がっているのが好みということですね。はい。で、このキーボードなんですが、打ち心地は結構いいです。 1.5mm なので、このクラスのモバイルノートとしては標準的なストローク、打った感じの深さですね、沈み込む深さは標準的です。打ちやすさは上々です。ポイントは
キーボードバックライトがついてるんですよ。今これオンにしました。ちょっと光ってるの分かると思いますが、この部屋撮影してるのは明るいのであまりこの部屋では意味ないんですが、暗い部屋で使う時にはこのバックライト嬉しいです。ちなみにバックライトは上位2モデルがついてます。それではいつものように僕のセカンドチャンネルのオープニングでスピーカーの音質をねチェックしていきたいと思います。皆さんピンマイク越しの音になるので、実際の評価は僕のコメントを参考にしてください。音質は上々です。音の大きさはちょっと小さめかな、もうちょっと大きくなる方がいいんですけど、まあまあ合格点かなと思います。十分ね、モバイルノートとしては十分にいいスピーカーだと思います。はい、今回最上位モデルをレビューしてますので、 SIM がねここに入るスロットがついています。でさらに eSIM にも対応してます。またですね、 Wi-Fi は最新の 6E にも対応しているというのが嬉しいポイントですね。NEC のネクストリーム最上位モデルレビューしてきました。 CPU は Core i7 の 1255U、 メモリー16のストレージ512となっております。さて気になる価格なんですが、296,780円、これですね、動画を撮ってるタイミングで家電量販店の価格です。ただしポイント還元が当然1割あるので、実質的にはね、まあ、26万円台ぐらいで購入できるということになります。 LTE 入ってるのでこの価格なんですが、下のモデルですね、 LTE なしのモデルであればもうちょっと安く、274,780円にやっぱり1割のポイント還元がありますので、まあ、20ですね、5万円ぐらい、もうちょっと下がるかなっていうぐらいで購入ができます。さてで僕の点数評価なんですけれども、最新モデルにしてはやっぱりね、どうしても気になるのが CPU なんですよ。12世代の U は惜しいなということで、今回ね僕はちょっと残念ながら高い評価はできません。ただしこの軽さとね、それからディスプレイの縦横比、それから LTE も内蔵しているモデルがあるということで、58点つけたいと思います。これね、価格高いと思うかもしれませんが、これ店頭モデルなんでオフィスがついてる値段なんですよ。直販モデルではもっとかなり安いのもありますので、構成選べますから、オフィスいらないよとかね、 LTE もいらないよということであれば20万円台前半から購入できますので、まあ安くはないですが、めちゃくちゃ高いよっていうことでは実質的にはないので、店頭モデルはね特に値引きが入ってきますので、そこもチェックしていただきたいと思います。やっぱりね、ただどうしてもライバルと比べると、富士通の新しい UH なんかと比べるとちょっと分が悪いかなと思いました。以上、ラビーネクストリーム紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またですね、メンバーシップもスタートしております。こちらのメンバーシップに加入していただくと、限定の動画とかね、ライブ配信も行っておりますし、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。この戸田悟ファンクラブでは毎月ですね、レビューした製品の中から、一部ですね、パソコンとかキーボードとか充電器、モバイルバッテリー、まあ月によって変わりますけれども、プレゼントしておりますので、ふるってご参加ください。お待ちしております。さらにですね、ビジネスチャンネルとクロームブックチャンネルも配信しておりますので、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。